トルネオの2回目ですけれども、これも、6弦を D にするチューニングの曲ですね。ちなみにですね、昨日ギターの弦を張り替えました。クラシック弦、ギターの弦、今ナイロン弦なんで、どん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 音が下がってしまって、人によっては何日間か使い物にならない、音が合わないという人がいると思いますけど、私の場合にはだいたい次の日には普通に使えるようにしています。コツはですね、正しい音に最初合わせないで、わざと1音ぐらい高く合わせ続けるんですね。例えばこのミの音はファぐらい、ファのシャープかファぐらいに合わせるのを何時間かおきに繰り返します。で、まあ、時間が経って見てみると、また正しい音より下がってますから、そしたらまた正しい音より高い音に合わせ続けるんですね。で、そうしますと大体次の日には落ち着いて使えるようになります。正しい音に合わせ続けてると、いつまで経っても下がり続けますね。まだ張って24時間経っていないですけれども、12時間ぐらいかな、昨日の午後ぐらいにあったから、もう大体落ち着いてると思います。ではトルネオを弾いてみましょうか。これ短いんで2回続けて弾きますかね。今日はこれぐらいにしておきます。